皆さんこんにちは。冠番組が高視聴率をマークすることから関西の視聴率男と呼ばれ、歌手、タレント、ラジオパーソナリティなどで活躍していた屋敷隆仁さん。今回は死因や病気、遺産相続問題についてご紹介します。屋敷隆仁さんのプロフィールをご紹介します。名前屋敷隆仁、本名屋敷隆仁、生年月日1949年10月5日、出身地大阪市西成区。屋敷隆仁さんは2014年1月に他界されています。屋敷隆仁さんの死因について2つの説がありますのでご紹介します。普段からウォーキングに励み、1月中旬にはハワイ旅行を計画していたそうです。このことからまだまだ生きるつもりだったようですし、正月という時期的なものから突然死、窒息死説の信憑性が高まったようです。ですが最終所属事務所の PIS から正式に心不全が原因ですと報道されました。屋敷隆仁さんは以前から正月に自分の訃報のせいでみんなを悲しませたくないという意向を示していたそうで、もし窒息が原因なのであれば息を引き取るまでの間に正確な意向を伝えるのは難しいことから、正月前から体調を崩しており、死期を悟っていたのではないでしょうか。そのため死因は正式に発表された心不全であることが一番可能性が高いと思われます。屋敷隆仁さんは2012年に食道がんになったことを発表しました。飲酒が発症リスクを高めるため酒豪であった屋敷隆仁さんが食道がんを患ったことは不思議ではありません。発見当初は初期だったものの、実際には進行していました。どのステージだったか公表されていませんが、手術で回復できる程度のステージ2までは進んでいたかもしれません。しかしご自身は好き勝手に生きてきたんだから良性なら申し訳ないと発言し、発覚当日にも焼肉を平らげています。豪快な性格を物語るエピソードですね。その後は芸能活動を休止し、入院先で抗がん剤治療と手術を受けます。しかしわずか1ヶ月で外出し、マクドナルドのフィレオフィッシュバーガーを食べるという驚異的な回復を見せました。一旦退院するも抗がん剤の副作用により再入院。しかし再入院も2週間の予定だったのですが、1泊だけで退院しました。そして活動休止から約1年後の2013年、隆仁胸いっぱいで復帰しています。しかし同年5月には体調不良で再び休養に入り、それから復帰することはありませんでした。おそらく亡くなるまで食道がんの後遺症と戦っていたのではないでしょうか。直接的な死因は心不全とはいえ、間接的には食道がんによる体力の低下が大きく影響している可能性があります。次は屋敷隆仁さんの伝説的な酒豪エピソードをご紹介します。食道がんを患い闘病に明け暮れていましたが、大好きなお酒をやめることはありませんでした。治療のため休業中だった時期も仲間3人でワインを10本開けたそうです。その他にも伝説エピソードがあります。かつて福井県で夜通し飲み歩くという特番があったそうです。その時に福井には上質なワインがなさそうなため、屋敷隆仁さんはスーツケースに10本ほどのワインを入れていたそうです。しかし2軒目までにはすでに全部飲み干していたそうです。6軒ほど回って屋敷隆仁さんは始発で帰ったそうです。また通勤中のサラリーマンたちへ、君らはそれで楽しいのかと絡んでいたそうです。酒豪の名にふさわしいエピソードですよね。次は屋敷隆仁さんの結婚歴と遺産相続問題についてご紹介します。屋敷隆仁さんには3度の結婚歴があります。無名時代に一般女性と最初の結婚、この結婚で1女を設けますが、1980年に調停を経て離婚が成立、1993年に15歳年下の元モデルと再婚。しかし2度目の結婚生活でも女性関係が改善することはなく、2006年に破局。2度の離婚はいずれも自分に非があることを認めています。女遊びが激しかったことで知られる隆仁さんが最後の妻として選んだのが32歳年下のさくらさんでした。さくらさんと再婚したのは
自身が闘病中にあった2013年10月のことです。この前年に食道がんが発覚し、一度は復帰を果たしたものの、再び療養中でした。闘病生活を支え続けたさくらさんに対するけじめとして結婚に踏み切ったと言われています。年が明けた2014年1月3日、屋敷隆仁さんは心不全のためこの世を去りました。その年の11月、桃田直樹さんによる純愛が刊行されます。同著はさくらさんの日記や証言に加え、隆仁さんが残したとされるメモをもとに執筆したノンフィクションで、かつてない純愛と銘打たれた作品。テレビ番組でも大々的に取り上げられました。ところが、内容の信憑性を疑う声が噴出すると同時に、さくらさんをめぐる黒い疑惑が持ち上がって騒動に発展。32歳年下であり、亡くなる直前の極秘結婚だったこともあり、遺産目当てではないか、始まりは不倫交際だったのではないか、といった憶測が広がりました。隆仁さんの長女に至っては、内容が事実に反するとして出版社を相手に訴訟を起こしています。さくらさんは屋敷隆仁さんの親族や関係者と良好な関係になかったことが関係者の証言から明らかになりました。屋敷隆仁さんの長女は父の病状や入院先を一切知らされておらず、連絡すら取れなくなっていたそうです。さくらさんはまた自らを代表取締役としてオフィス隆仁を設立します。屋敷隆仁さんが代表を務めていた事務所の PIS から会社の実印や帳簿、契約書などを持ち出したそうです。その後、権利関連を管理する事務所は PIS からオフィス隆仁に移っているようです。屋敷隆仁さんには若い5歳だけでなく前妻との子もいたということで、世間の目は遺産相続問題に集まりました。屋敷隆仁さんの遺産総額はおよそ10億円。死の4日前に屋敷隆仁さんは遺言書を残していたそうです。その内容は、大阪市に3億円、大阪明るクラブに2億円、母校の桃山学院に1億円を寄付し、残りをさくらさんに相続させるとあり、長女の相続分はゼロでした。これを知った長女は、驚きとショックのあまり言葉を失ったそうです。その後、長女は法定相続人として最低限認められている相続の権利を要求する遺留分減債請求を起こしました。遺留分減債請求は、寄付を受けた人や団体に対しても支払いを請求することが可能です。報道によると、長女は大阪市と大阪明るクラブに請求を起こし、寄付金の一部返還を受けたそうです。本来なら妻と娘で遺産を分け合うところなのですが、やはり相続はすんなりとはいきませんでした。若い妻が遺産を相続した場合、遺産目当てという風評はとかくついて回るもの、真相は本人のみが知ることになりますが、彼女が莫大な遺産を手にしたのも事実です。今回は屋敷隆仁さんの死因や結婚歴、遺産相続についてご紹介しました。病気にもめげず最後までファンを楽しませることに徹してくれた屋敷隆仁さん、太く短く男らしく生きることを実践した生涯だったと言えますね。これからも屋敷隆仁さんの数々の伝説的なエピソードは語り継がれることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。